じゃあその音から。ファのシャープ2番。そう伸ばしてるイメージのまま指だけ動かしてあげましょう。全部押してあげて、思いっきり。そうです、そっちです。そこですね。はい。そのままソファソ。いい感じです。今上に逃げそうになってるってことは、おそらくしっかり入っている証拠だと思うので、ここがまあ、どの位置なのか、その位置なのかっていうところが、自分でこの、探していくというか、まあ、徐々に上げていってあげるのと、下の位置を使ったりっていうところなんですけど、外、ドと上のミぐらいまでは、だんだん出し慣れてきてる音域だと思うので、このぐらいの力だとこの音だな、このぐらいの力だとこの音だなっていうのを目安をつけていってあげる。はい。で、それができるようになると、音を出さないで、音が出てないんだけど息のスピードだけでその音のコントロールをかけて、今のはこのピボットの位置だけを変えて音程を変えてったんですけど、振動が起こってないので、まあ、楽器の中にどのぐらいのスピード感で息が入るのかっていうので楽器が反応してその周辺の音が鳴っていたっていう状態なんですけど、コントロールが上がると今みたいなことができる。なるほど。これもでもいい練習なので、なんかその振動、さっきのやつを息を入れてあげれば振動が起こるの。少ない息でドレミファソラシドって吹いてる気持ちになって、ただ息を入れてるだけ。そう、それです。もっとでもそしたら、ピボットを使って。次、上のドを出してみましょうか。チューニングベン。次、上のドをこのピボットだけで、音出さないで。出さないで。ただ息を入れ、そうそうそう。で、今、ドよりも少し低い。まあ、シぐらいまで上がってるので、もう一声ゲット。押しますね。全く息使わないで、唇も使わないで、ただここでギュって息のスピード上げてただけで、勝手にそこの音が出たじゃないですか。そこの今、ミミミとかドとかが出てるところに対して、息を入れてってあげる。同じことをやって、そのミが出たら息を入れてみましょうか。全部押して。押して。伸ばしましょうか。でも上の層が出るぐらい楽じゃないですか。確かに楽ですね。この力が今うまく使えているんだと思うので、この横隔膜をしっかり使って息のスピードを上げるっていうのが、でほとんど今唇も力んでいないし、ほぼ寄せてる感じもないので、この感覚を徐々に掴んでいく。だからなんか暇な時とかにこのっていうこの音が出ない状態でピボットの設定をしてってあげるっていう練習をしてってあげると、もうなんかどんな練習でも全部そのちゃんと運指を入れれば音程が出るようになるので、でも今ソも勝手に出ちゃいそうな感じで力んでる音でもなかったし、まあ、ここをメインにやってる分喉に力とかも入っていなかったので、この感覚は覚えていってあげるといいかなと思います。はい、これはいいかもしれないです。口
口でどうしても持っていこうとしちゃうんで、うん、まずこっちでなんとなく小さな音で、うん、あその辺の音出たなって言ったら音にしていくっていうと、うん、確実にこっちで持ってってるはずなので、うん、そしたら、さっきの続きに戻るんですけど、で今口で作っちゃったので全然押してで今押してると楽器がこういう風に少し揺れてしまう分、この間でフィョン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 しちゃうので、それに対してできる限りその動じない左手というか、押した時に左手が下がっちゃったら楽器が揺れちゃうので、押した時に左手で楽器の位置が変わらないように調整をかけてあげて、もうずっとこの状態を、まあその指の練習にももちろんなるんですけど、その楽器がこの半音階、まあこの指のパターンで楽器の揺れ方が変わるので、まあ、このソからでこの3番が出てくると、もう楽器がこういう風に大げさにやると揺れてしまうので、まあ、言ってしまえば楽器そのどのシャープの瞬間に何もしないと楽器が下がるわけだから、楽器を上げてあげるような意識を持ってあげると、まあ揺れなくなっていくっていう、何もしないとこう、うん、確かに3番すごくいい、こういうことが起こってしまうので、でそれをやってないと結局マウスピースがこうやって動いてしまうわけだから、うん、その吹いていて、そのメロディーを吹いている中で、そのフィンガリングによるコンディションの変化が起こってしまうので、まあすごくシンプルな話ではありますけど、楽器が揺れないように押した時にどんな運指であっても、はい、唇と楽器の感覚が変わらないように。してあげるっていうのは割と神経を払わないと変わっちゃうので、吹くときは音に確実に影響が出てしまうポイントなので、早く癖づけてあげるといいかなと思います、はい、で押してるときに、まあ、こういう風に今パタ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 押してしまってるので、まあ、できればこの3本指が常に上がらないようにしてあげる訓練というか、でストン、ストン、ストンっていう形で、この指がこういう上から押すのは言ってしまう無駄な動きなので、最短距離から押し込む、最短距離から押し込む。で、柔らかく揺れないようにって言って優しく押しちゃうとゆっくりになってしまうので、素早く強く押すんだけれども、無駄な力をかけないように最低限の力で押してた。はい、これはフォームの一種ではありますけど、まあ、音色の部分に今みたいにこういう風になりやすくなっちゃうので、あくまでも層を伸ばしてるイメージのままただ指だけが動くっていうような状態を作ってあげる、はい、ゆっくりでいいので楽器が揺れないように自分は層を吹いてるイメージで、ただ指だけをタラララララ変えてみましょうか。はい。思いっきり。今こっちが上がってくる前にこっちを押しちゃってたり、上がりきる、もうこっちのそのリンクがうまくいってない状態なので、はい、一回ちょっと頭の中の整理をするために。指を先に移動してから音を出してみますから。タ、押す、タ、押す、タ、押す。タ、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 そういうことです、はい、今多分自分のが思ってるよりも全ての動作が遅かったんだと思う。
そうするともうバラバラバラっていう風になってしまうので、うん、しっかりと押したことを確認して吹くっていうような習慣をまず一回確認でやってあげるとバラバラっていう風にならなくなると思うので、この後の練習は省略するんですけど、書いていただいた半音階のやつ、ソから下がっているだけなんですけど、半音ずつ下がって上がる。形でソからドまでの運指をしっかり自分ができるようになると、まあ、その楽器揺れっていう部分の対策をしていくことができるのと、まあ、難易度も難しくない練習の中でそういう練習をしていけるので、あとはソを伸ばしてるイメージを絶対になくさないでほしくて、一個ずつ入れようとしてしまうとすごい段差ができてしまうので、あくまでも気持ちをフォーロングトーンしているイメージのままトーのテンションから自分を変えない息の使い方をソファーファーミーミレレード一個ずつに入れようと思わないで、あくまでも最初に入れた息を使って運指だけが変わっていく、それに伴い楽器の長さが伸びていくので、その時に息の量は同じままだとちょっとくぐもった音になってしまうので、その楽器の中にの息の量が変わるのに息の量を変えないようにしてしまうと、なのでの中で伸びた分の息どのぐらい足してあげると、最初に出した音色だったり音量が変わらないのかなっていうのをチェックしていく必要があります。これはもうどうしても管の長さが変わる楽器なので、どうしてもその響きの違いであったりとかっていうのが出てしまうんですけど、楽器上ピアノだったりとか歌ってそんなことありえないわけじゃないですか、うん、そこをまずやっぱちょっと調整しててあげないと下手に聞こえやすくなる、うん、で音色として楽器を使っていくのであれば、全部の音がやっぱ自分の出したい音で出せた方がいいので、まずはこの全部の管の長さに対しての音色を揃えていく意識、揺れないようにするっていう練習を、まあ、重点的にやってあげると、まあ、すぐに効果が出てこないにしても、自分がやりたいことにはちゃんと直結している練習だと思うので、このソから下のローベイに降りていく練習っていうのをちょっと多めに、もう本当に立ち上がって座る前にやってから何かをやるとか、もう本当になんかのどっかのルーティンに組み込んで、タララ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 ラってやったら、なんかもう自分のジングルのごとく毎回吹いてあげるみたいな癖にしてあげると、もう本当にこの、まあ、管の長さに対する対応力上がってくると思うので、はい、ここは本当に練習量と割と根気がいるタイプのところかな。自分の中でイメージがつながればすぐできると思うんですけど、ここもちょっとやってみてください。はい。